はい、本校健太チャンネル、健太です。今日はね、数日前にりょうさんから連絡があってインタビューをしたいと。で、ぜひこのマスクをつけてインタビューを受けてほしいっていうことで、このマスクをつけてインタビューを受けました。で、まあこのマスクね、このチャンネルでは出したことないのかな、1回か2回出したかな、出してないかも。今は毎日このマスクをつけて会社に行って、まあ仕事をして、お客さんのところにもこのマスクをつけて行ってるし、食事の時もこのマスクつけて買い物に行ったりとかしてます。ただまあうちの妻がね、このマスクつけてると一緒に歩いてくれないので、うちの妻と一緒に歩いてる時は別のマスクつけてる時があります。まあもうちょっとそれでも結構ごついやつなんですけど、普段はこれで生活してます。まあこのマスクについては、また概要欄の方にこのマスク紹介した動画を貼っておきます。で、上園さんからこうインタビューを受けることになって、受けて、で動画になって、もうすでにこの動画が上がる頃には上園さんの動画が上がってるんですけど、ここに上園さんの動画のリンクも貼っておきますので、概要欄にも貼っておきます。見てもらえたら嬉しいです。まあこんな感じでインタビュー受けました。もうちょろっとね。で、インタビューの内容はまあ私のところで話したいわけじゃないので、このインタビュー受けた理由とか、まあちょっと恥ずかしかったんですけどまあそこについてちょっと話していこうかなと思います。で、まあ、このマスクつけてるんで、最初ね、このマスクをつけて、このマスクつけるとね、ちょっと今つけますね。どうですか？こんな感じでね、声がこもるんですよ。もう外にマイクがあるんで。で、ピンマイクをつけたら、大丈夫なんじゃないかなと思って、前回、上園さんとやった時は、ピンマイクをここにつけて、で、あのマスクかぶってやったんですね。それでもこもってたんですよ。ということでね、こう、マスクつけて、音をきれいに取る方法っていうのを、なんかあるのかな。まあ、でも、こういうマスクだったらマイクつけようがないし。ということでね、まあ今、香港、コロナ、だいぶ落ち着いてきて、毎日、一人ぐらいは出てるんですけど、まあ、それでも、死者も、結局ほとんど出てませんし、そこそこいいのではないかなっていう状態ですね。で、皆さん香港心配されますけど、まあ香港今はむしろちょっと気が緩みすぎてんじゃないかなって僕は思うぐらい、気が抜けてること自体はちょっと良くない状況かなと思います。コロナウイルスの騒ぎで、結構困ってる、企業さん多いと思うので、そこをなんとか早くしたいなとは思う。あとまあ最近うちのオフィスではお客さんに向けてリモートワーク、自宅待機っていうか自宅勤務ができるような仕組み作りっていうのをいろいろとこう考案しているので、まあそれも興味あればコメントいただければ対応します自分の仕事をここのチャンネルで話すことになるとは思ってなかったんですけど、まあせっかくねこうして見てもらっている人たちがいるので、なんかお手伝いできることがあればお手伝いしていきたいなっていう気持ちはあります。今日このチャンネル、もしかしたら上園さんの方から飛んできている方もいらっしゃるかと思うんですが、私のチャンネルからも、まあね、面白かったです、インタビュー自体。内容自体はすごく面白かったんで、まあ、僕が答えている内容よりも上園さんが聞いてきている内容の方が面白かったっていう部分があったので、僕はまあね、その動画見てもらえばわかるんですけど、まあ全然そのインタビューを受けるに値しないレベルの人間がそういう質問を受けてるのを答えてるんで、まあ軽く笑ってもらえると嬉しいです。本日以上です。チョイキンまたね。バイバイ。